家族8人で見てる。どういうこと？ 8 人ってすごくないですか？おじいちゃん、おばあちゃん、親、自分、息子ってレベルですよ。全部2人で考えたら。はい。はい、マップ左下7時でスタートしたプロトスがスターライオン選手、現在1本リードしてますね。そしてマップ右上ミニマップ上赤いザグがスリロー選手、マップは、変わってブリスタリングサンズという形。さあここスリローさんがここを選んできたのはやっぱ得意なマップということですかね。まあ単純に裏が取りやすいですね。マップ的にも非常に広いですからね。ですね。あと右からしか聞こえないというのはどういうことですかね。あ、放送おかしくないか。これあれですね。俺のヘッドホンじゃないですね。パソコンの。ちょっと待ってください。俺の方は普通なんで。いや、これあれです。俺のパソコンの環境が多分。サウンドカードを買い替えたのにっていう感じですかね。接触かな。はい、接触ですね。杉尾さんの接触。いや、パソコンの接触ですね。ひどい、ひどい。内部の。どういうことなの？はい、ということで。治ったかな？わからないです、俺の方は。さあセカンド行きましたね、スターライオン選手。スタンドというよりもまあゲートウェイ前目に立てての。おっと、これセカンド、いや、まあ、意識しているだけであってまだ立てるかどうかはわからないですね。そうですね、セカンドはちょっと危ないですね。このマップセカンド封鎖してもやはり裏の岩があるために来るかもしれないからね。クソサウンド、いやこれクソサウンドですね。今治ったかもしれないということです。いや、それちょっとタイムラグがある情報だと思います。あ、マジですか。またダメになったんですか。これでどうだ。ああ治ったかな。聞こえなくなるんですよね。治ったらしいです、リスナーという、まあ、タイムラグあるんでしょうけど。はい、ということでGロットですね。それはGロット出るかどうかを確認しているドローン、まあ、あとは封鎖させないようにするためのドローンでもあったように思います。さあここでネクサ即セカンド行きますね。先ほどと同じ、いやーどうなの即セカンド。同じく3王戦車ザーグリング4体を出してからなのですが、セカンドは取る気配は今のところなし。しかしかなりミネラル取ってるのでここでセカンドを取りそうですね。ですね。さあここは共に同じですね。先ほどと同じ展開。スリオさんはおそらくプロトスが即セカンド行きにくいようにこのマップをピックしたんだと思いますが、平地で行きましたね。行きましたね。もしかするとまあ以前も何回かスターライオン選手の戦い見てる限りだとネクサスはここへ立てずにここだけゲートウェイ2つで封鎖してっていうオーダーは以前何回かしてたので、はい、まだ分かってないからさんですよね。取っているとは思いますが、取れていないかもしれないという。うん、いや、でもオーバーロードが、セカンドぐらい入ってるので、ましたね、プローブが行った時点で、確認できますね。ということは、これ、あ、やはり裏開けてきますね。しかし、この裏止めを止めれないですね。裏を。チヒロトが行ってしまったら、中に入られてしまう。レッツ裏口入学ですね、本当に。裏口からの侵入を。さあ、これスターライオン選手がどう戦うかにかかってるんじゃないですか、ね。おー、パイロンで封鎖しましたね。で、前に出る。これで中に入れない。で、スリオ選手で即サードですね。行きましたね。今回はリッチではないですが。これ、あ、少し1マス分空いてるから封鎖と言える封鎖ではないですが、ジーロって一体で守りきれるように封鎖しましたね。うん、ですね。で、先ほどフォージを立てていたのですが、今回フォージを立てずに即なサイバネティックスコア。これは、今回は、あ、サード見に行きましたね。フローブで。お、お、今回は見つける。その瞬間、このジーロットたちが動き出すとは思うのですが、まだ押さない。いや、今はちょっと動けないんじゃないですかね。あること確認しての4ゲートウェイに一気に3ゲート、ついた、ついた。やはりプッシュですね。ザーグリングはアシャップ完了。
しかし中には入れない。ホールドポジションしてほしいところ。あーっとボックス痛い。これはえこれ行くのか。これ無理やり行きますね。無理やり行きますね。これジーロットと2体は殴れていないですね。でこれはザーグリングとジーロットが1体ずつ殴り合ってるが、このジーロット倒されてしまうと中に入られる。おーっと決まったか。これは決まりましたね。中に入られる。ワープゲート研究完了できていない。これはもう決まりましたね。無理やり行きましたね。ジーロットの数を見て少ないと判断しましたね。さあ、怪我しそうな。ザーグリングけど、全部一応なんとかしましたね。そしてストーカーでの。厳しい。しかしこれ、パイロン、しっかりと封鎖しましたね、今回は。それでもクロノブーストが、まだなので クロノブーストじゃない。ワープゲートがまだなので、行きますね、これ無理やり行きますね。さあ、その間に、レイヤーは行っていない。セカンドベースのドローンも1だけ。フルザーグリング、いやしかしこれ守りきれる可能性もあるぞ。いや入れますね。もう入れます。あ入れます。フルザーグリングでもう止まらないですね。あーそれはもうプローブかなり死んでますね。ですね。決まりましたね。ちょっとジーロとの数を少なくしすぎたか。いや、あの2体ボックスされたのが痛かったですね。痛かったですね、あれやはり。あそこでスリオ選手も決めに行きましたね。さあ、やはり4スピード入りたかったですね。しかしもう時すでに遅しという感じでの。もう、ああ、GGボックスが痛かったですね。ちょっとホールドポジションしていなかったようですね。ストップにしてしまったようで前に出てしまいましたね。やはり安定はフォースフィールドでのディフェンスですね。一番の安定ですね。さて3戦目です。